いえちゃうよ、ラジオですので、今日もやっていくんですけど、今日はね、このスケラ使っていこうかなと思います。で、このスケラなんですけど、テンプレのね、ここが、オーブンですね。で、ここがダクプリなんですけど、俺好みにね、ちょっと変えちゃったよって感じですね。ちょっとね、コメントでね、スケラやってくれーっていうのね、結構多かったんでね、今回スケラやっていこうかなと思います。ってことでね、あ、グラチュアルやばい、ゼロになってる。じゃあ、マルチ行こう。行きます。待ってね、オーケー。マルチだったら多分グラチュアよりすぐマッチングするんでね。オッケー。で、このスケラなんですけどね、本当はオーブン でオーブンっていうのも、もともとそのね、タルババが強かった頃に、あれだったんですよ。雪玉がタルババだったんですよ。なんですけど、雪玉になったんで、ね、ちょっとラバとか、バルーンにね、強くなったんで、で、オーブンはちょっとだけ空に対策、あのね、あこれでいいや。あるんで、ミニペ、なるほど。いやだるいなそれ。ぬ、とりあえずこれを出して、先にマスケとか出さないでね。そう、これ建物とかから出すと、後でね、後から来たユニットに後から対応できるんで、よいしょ。でこの遅延も入れて、よいしょ、 OK よ、いいねー、いいよ、いい防衛、うまいですね。で、これはマスケが一発二発打ち合うから雪玉でいいかな。うん、ワンチャン無視でもいい。またムート出すとまたミニペにね、しごかれるんで、雪玉でいきたいと思います。よいしょ。はい、でまた多分血剤とかかなって思うので、ワンチャンこっちミニペ一二発許容して、血剤来た瞬間に、いや、あー、オッケーオッケー、かぶってしまった。あー、どうすっかなこれ。一回守りから入ってもいいっすね。ミニペ、光栄がミニペと、なんだったかな、ミニペですね。こっちに釣れるんで、よいしょ、ムートでしばいていき、ライトニングじゃないことを祈る。これ先にミニペをこれで2体で打って溶かしていきます。オッケー。で、これはよいしょ、後殴りメガゴで、オッケー、いいね。これスケラ打っちゃいます。ボーラが来るんでね。オッケーオッケー。ワンチャンスケアミとか入ってそう。お、めっちゃ入る、めっちゃ入る、めっちゃ入る。やっぱ相手ちょっとやりすぎだったっすね、あれは。エリがなかったっすね。オッケー。で、もう一回ゴボリを置く。で、これで相手は血剤をするか、島剤をするか、はいはいはい。その位置で端に寄せても寄るんですね。で、このアイゴレとメガゴ同時に出してあげて、アイゴレタゲを取ってから、メガゴですね。こうやって何回タゲを取ってあげると、なんだろう、いい感じにね、いい感じに行くんで、本当に。よいしょ。いい。よいしょ。いいね、いいね、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい。しかも楽しい。なんかやっぱ遠距離が2枚あって建物もあって、そこでね、ジャイとかね、ゴレとか引くと、もう好き放題やれるんでね、めちゃくちゃ楽しいですね。結構強いんじゃないかな、このデッキ。何に弱いんだろう、あんま分かんないな、何に弱いか。まあ高回転のコウモリ、いやでも雪玉とアイゴレ2枚あるから、なんだろうな、何に弱いんだろう。まあ言うて高回転ホグとかか。人技系にはちょっと強そうだけど、高回転ホグとかがちょいだるですかね。よいしょ、よいしょ。ホバの受けが苦手な人はね、この位置覚えてください。今俺がイゴレ出した位置。この位置に出すと、タイミング遅い早い関係なく絶対に受けれるんで、おすすめっすね。ライトか。ちょっと今ので4アドぐらい取ってるんで、いや、打ってもいいけどな。いや、一回待ちます。ちょっとね、何が来るかわかんないんで。おー、なるほど。よいしょ、いいね。うわー、
メガゴちょっと後ろすぎたな。まあ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 いいでしょう。とりあえずもうちょい待ちたいですね。さっきライト打ってきたんで今回は高めにしていき、ライト打ちづらくして、で相手はこうちょっと回ってなくてゴボウリが置いてからですね、でこれなんか来るかもしれないんでギリギリまで待ってなんか出すかもしれない位置にポイズン。 OK、 おはい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 、まあこれは受けていきます。であとはダックプリと相手はホバ、サンガゴですね。なんだろう、主力がわかんねえな。ワンチャンスケラミラーもある普通に。ちょ1個高めに置いときます。そう、理由は、こう置いた瞬間にね逆サイダックプリとかされてもいけるんでね、これいっちゃいます。1回ダックプリ、あプリンス、なるほどね。でこやこやかよ、めんどバカめんどい。よいしょ、いやーめんどいなーマジで。でもこれ回ってないよな多分、陸が回ってんのかな。あこれで回った、プリンスが。はい、よいしょ、 OK、 残るマスケが入る。でこっちは、許容しながらですね、こっちだけアイゴレ出してあげて、こっちは許容しながらマスケを無傷で行かせます。逆サイムートを許容しながら行き、あと1枚ぐらいで多分プリンスが回るんでね、ここはサンガゴがまだ回ってないんで端前押さえると、これで端前押さえたいけどプリンスが、はいはいはい、でこれサンガゴ回ってるんでね、はいジジイ完璧ですね。やっぱこやこやとかね強いけど、ちょっとやっぱこっちが意外とね重そうなカードが多いようで、メガゴ、雪玉とか、まあ、スケラ打ってアイゴレメガゴでね結構速い回転で回るんですよ。で相手の基本なんだろう、平均コースが多分4、5ぐらいだったんで、そう4とかね5がねめちゃくちゃ多かったんでね、結構それでいい感じに回転一つ遅らせて立ち回れたかなって思いますね。最後のとかもプリンス出さないと相手はガゴを出せなかったけど、そのプリンスをね、まあやっぱ事前に入ってきてから出したいけど、っていうカットがねいい感じでしたね。えいえいえいという感じでどんどんいきたいと思います。はいってことなんですけど、とりあえずうーん、雪玉、いやーめっちゃカリカリしてる、なんでなんで、うわだる、それは俺が、いやちょ待ってこれ違うわ、いやまあだる、ちょっと待って、アイゴレってことはもう流行りのエリポンクロスかもしれん。俺一番嫌いなんですよこのようにクロスが。ごめんなさいクロス使いの皆さん。うわやべえやん、えい、アナハリキャッチング、まあ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 、これ言うてキング行くんじゃない、行くよね、ほら、いやー分かってるね、あえて今雪玉打たなかったからね。でキング起動して、ってことは30しかな、工場ってことは30しかな、チチチューンが来る、あーアイゴレチチチューンが来そうだな、これ1重視こっちだったらムート端まいっちゃおうか。おう、まあこれでちょポイズン咲きたくないんでね、エリポン壊せれば何でもいいんで、ギャングとか来るのか、おうこっちにガゴムレかな、うわー止まってる。ただねこれやっぱね角に置いたあそこに、ここじゃなくてここにスケラ打つとやっぱ止められるんですよね。これめっちゃ美味しいなマジで。エイムよくね、エイムよく、ハウー、オーケー。結構ねスパーンって早めに打つんじゃなくて、雪玉をそのなんだろう、ちょっとだけ遅らせて打つと、今一発食らっちゃってよくないんですけど、食らわないぐらいでギリギリのタイミングで打つと、相手はそのガゴムレが生きてると思って掘り飛ばしてきたりするんでね、割とこういきます、タイミングかぶるんでね、よいしょ、オーケー、これいい、いいね。これスケラがちょっと残るんで、オッケー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 。めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい。入るぞ入るぞ。オッケー、めちゃくちゃいい。でこれで相手は30、
や、三銃士ないのかこれ。これはもう、あ、やばい。まあいいや。キング軌道がめちゃくちゃでかいですね。三銃士なさそうな顔してますね。とりあえずポイズン回して、え、マジそれ、そまって感じ。え、遅っ遅すぎだろ。なんで今、なんで今出したん。おかしいでしょ。グッドゲン。なんで今出したん。おかしいでしょ。絶対いっぱいあったでしょ。あと5回はあったでしょ。出すタイミング。びっくりしたわ。俺が手札1枚、なんか見逃してんのかと思ったわ。よろしく。とりあえず、そうですね。ケツアイゴレ、ケツメガゴが安牌ですね。で、もしないときは、雪玉打って、それでも、アイゴレメガゴがないときは、あれですね。建物置いちゃっていいです。こぼり、ペーンって。一番最悪の手札が、ポイズンマスケ、スケラームートですね。これがマジで最悪。なんですけど、スケラっていうのは、その2倍タイムで結構強いカードなんで、最悪の手札のときは、最後まで待っちゃっていいですね。スケラいけそうだな。こっちにもエリ使うもんな。バルキリー。ってことは、ギャング？早すぎる雪玉が。こっち許容します。ワンチャンこっちのね、カウンターが怖いんで。いえ、怖えよ。キング殴っちゃうわ。テンゴット勝て。よいしょ。うえ！スケラ隠れてた。いいね。ちょっとね。一応のユニット咲きたくないんで、ここで。よいしょ。いいね。そう、枯渇相手の時とかは、建物を基本的に使わないんで、あ、待てよ。悪きり残ってただけだよね。ギャングだよね。だよね、だよね、だよね。いい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 ね。オーケー。これウッドとか使ってくるな。オーケー、そう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 。もう一回、ケツメガゴから組み立てます。結構今ね、アド多分2、3あります。なんで、相手今バルキリ回ってる。多分3枚使ったのバルキリ回ってるか、あと1枚で回るぐらい。なんで、コアスケラ打っちゃっていいっすね、一回。相手相当やりにくいと思うんですけどね、これ。はい。で、これ、こっち押さえるカードがね、全然回ってないんですよ。OK。よいしょ。はい。はいはい、共有しつつ行く、行きますよ。いいね。で、次に回ってるカードはバルキリーなんで、ここでぶち抜いていきます。で、からのスケラ。おや、シャッター、これで、一回潰していって、こっちも無視でいいですね。俺サンクラ取りたいんで。よいしょ。オッケーオッケーオッケー。まあ、枯渇にはもう強いのはね、しゃあないですね。そう、枯渇って基本的に、受けれるカードが、バルキリーとギャングしかないんですよ。そう、だから、うまく、そのプリンセスとアイスピとマルタで守らなきゃいけないターンとかあって、そうそうそう。なんですけど、基本的に相手はそういうムートとか、あと、マスケとかね、敵の遠距離を潰すカードがないんですよ。で、ファイボではなくロケットなんで、その固まってないと無理なんで、ムーストが端前渡る時の、なんか、置いたきマスケとかがね、めちゃくちゃだるいんですよね。ギャング出ても殺されるし、バルキリー出ても殺されるし、それで、前にアイゴレつけてスケラとかすると、端前にギャングを出したい。で、スケラにもギャングを出したいから、結構ね、その受けがなくなるんですよ。そうそうそう。なんで、こうやってね、なんかをどっちか、バルキリーか、ギャングどっちかを引き出して、多分これ建物型のスケラ、あ、スケラじゃない、枯渇ですね。うん、そうですね。やっぱでも建物が腐るんで、そう、バルキリーかギャングどっちかを、遠距離でね、まあ、逆でもいいですね。マスケが橋渡るときに置いたきムートでもどちらでもいいですね。で、片方を縛いてからスケラ打つと、どっちか受け足りなくなって大ダメージ与えられるんでね。まあ、ぜひね、やってみてください。ということで今日もね、終わります。今ね、結構、大盆ってことで、ね、今日は多分3本投稿ですね。そう。で、昨日3本投稿しようと思ったんですけど、俺がね、ちょっと動画の公開遅れて、出せなくなっちゃったんでね。今日、さっき昼出して、これも多分夕方ぐらいに出るんで、からのね、夜にもね、出したいと思うんでね、楽しみにしてください。ということで今日はね、終わります。お疲れ様でした。